不思議悦郎は、日本の自動車評論家である。静岡県三島市出身。1970年、千秋大学法学部入学。レース活動を経て、評論家に転校した。FR 駆動をこよなく愛する一方、環境問題にも、関心を持つ。愛称、兄貴。1987年から2002年まで、日本カーオブザイヤー選考委員を務めた。 2016年3月28日、過去2年間余りにわたって、日本自動車ジャーナリスト協会の会員及び、自動車ジャーナリズム全体に対して部別的な発言を SNS 等で繰り返してきたとして、同協会から除名処分を受ける。最初に購入したのは、ホンダシビック。その後、ホンダプレリュードを経て、メルセデスベンツ190イーアンファングで、FR 社の良さを実感する。 国産の小型車がほぼ FF 駆動か、それをベースにした四輪駆動で占められ、FR 駆動は重量級の大型セダンばかりとなっていた1990年代、この事態に嘆いて 2000cc 程度の自然吸気エンジン搭載で、FR 駆動の安価なスポーツカーを国内メーカーは出すべきという提案を雑誌媒体などで繰り出した急戦法となった。そして1999年には、 その提案にかなって発売されたばかりのトヨタアルテッツァとホンダ S2000 を連続して購入する意気込みを示した。それまでの愛車メルセデス190イーアンファングはベストカーのプレゼント企画で読者に譲った。その後、アルテッツァから2代目トヨタプリウスに乗り換える。2009年夏には S2000 も手放すが、自身のブログの自己紹介欄では現在も FR 絶対主義を掲げているなどして、その信念は変わりない。ありがとうございます。